私実は友達に同じ話を何回もしてしまいます。マックス3回なんですが、友達はや優しいので2回目まで初めて聞いたようなリアクションをしてくれます。さすがに3回目は、まるまる、そんな話聞いたことあるかもしれない。と、これまた優しく教えてくれたことを教えてくれて、申し訳ない気持ちになりますと。決して適当に喋ってるわけではなくて、聞いてほしい気持ちが強すぎるのか あの、同じ話をしてしまいますと。SnowMan の皆さん同じ話しちゃうことありますかどうしたら治りますかという質問。いや、これね、結構あるんですよ、向井さん。俺<れ>はい。俺<れ>あのね、<laughs> 今、絶賛リハーサル中じゃないですか。あらあら。でね、うん、今、あの、ブースの外に、あの、うん、安部さんいらっしゃい。安部ちゃんいるやんおいでよ、こっち。手振ってる場合ちゃうで。うん。 あべさんおいでよ。あのね、向井さん。うん。ほんと多分無意識なんでしょうけど。無意識で何あの、振付師の方が、うん。スノーマンって呼んで、うん。いや、顔だけ出すな。あべ、挨拶してよ。どうも阿部亮平です。うん。こんばんは。ちょっと今喋ってるからちょっといいよ、おって。聞いてるね。うん。で、ここにおいで。ありがとう。うん。ラジオ生放送のテンション生放送のテンションでお届けしております どうぞ、続き。あのね、向井さんが、あの、振付師の方がね、SnowMan、ああでこうで、ここはこうやって振付をして、こうやってここを進んで、こうやってみんなを煽ってねって言ってくださってるにもかかわらず、その話が終わったら、後でこっそり俺にだけ、でね、今の話ってさ、ここでこうやってさ、ああやってさ、煽ってさ、こここうやって進めばいいんだよねって二度繰り返すんですよ。 同じじ話ゃなくて確認ややチェックあのね、スノーマンって呼ばれてて、スノーマンでしょスノーマンよね君も。集中してんねん集中。何に集中してんのまず。俺うん。振り付け。だとしたらさ、そこ話に集中を切り替えないと。なるほどね。安部ちゃんどう思います今の意見。めっちゃわかる。わかるよね。いや、わかるよね。聞いて、俺、じゃ聞いて、 聞いてたってなっちゃじゃ聞いてるちょっと阿部ちゃんガイさん追ってあの聞いて阿部ちゃん聞いてんねんけど理解してないねんああなるほど振り付けしてる時に話してるやろいやしてないよいやたまにあるやん振り付け終わった後に話してますじゃ一応これに関しましてははい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 言い訳言い訳しますんああ先生みたいないやそりゃそうです阿部先生阿部先生で言われるじゃないですか 例えば本ステから B 捨てに行ってセンターステージへ行ってっていう会話をね、うん、それを間違えて覚えちゃったらそれで覚えちゃうから、うん、俺それを確認してるわけみんなに、ねうん、甘えてんのえっと向井さん以外誰も確認はしないんですよ、うん、いやしてな、ね、いだってでも聞いて意外にさ間違えてる人おるやんいや待ってください、うん、でその振付師さんが分、うん、かったのはぐらいでねえねえって <laughs> 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 クク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  いや、でも、あの、ひどいときあれ。<laughs> え、これ今何の話俺はね、そこまで言わなかったよ。安倍さん。<laughs> 安倍さん。<laughs> 俺が、振り付けをやってるときにもう話が始まっちゃってるから <laughs>、うん、これ、聞いてね。うん、あ、そこでこうやって、あ、本捨てから B 捨て、センターに移動するねんな。それは理解しました。でも安倍ちゃん、これ何の曲 <laughs> <laughs> 何の曲やってる本当 <laughs> ね、工事のあるあるなの。<laughs> あ<ー>これは。でも、これね、直す方法が一つあります。何話を聞きましょう。本当にそれ。<laughs>